そのうちお姉さんもお嫁入り先へ帰って行きんさって、さあほいじゃあうちがご飯の支度をと思った時には、配給がだいぶ減っとった。イワシの干物4匹で一家4人の3食分。まあナッパだけの日よりマシではあるし、ポケ並んどったらそのうちウの花も買えるじゃろ。ああなるほど、はあ、スミレ、ハコベラ、スギナ、タンポポ、カタバミ、イワシの干物、ウの花、バレーショ、お芋、小麦粉、梅干しの種、うん、さつまいもを切りて蒸す。スギナ軽く茹で水にさらして刻む。小麦粉をお芋と杉菜につきまじて平たく丸める。お昼ご飯の出来上がり。稽古らがおらんと静かなね。余りたるは干して保存すべし。さーて、まだまだ。お米は5倍の水で薄め、おかゆさんにすべし。バレーショ乱切りを加え、さらに10分。箱辺のざく切りを加う。大根の皮、タンポポの根、千切りにして砂糖と醤油で煮る。タンポポの葉のざく切りを加え、ウの花に混ぜ、さらに炊く。大根は薄く切りて塩にて揉み、片ばみを混ぜる。梅干しの種と水を鍋に入れ、煮立ったらイワシの干物を加う。蓋をせず煮汁をかけつつ煮る。仕上げに塩で味を整う。うんね、刈谷さんに教えてもろうたんね。お米の配給が半分しかのうて、お芋のいいおかゆさんね。なんの。ほいでも明日は任せて使わさい。